初めて本気で恋をしたのは一回り年上の人妻だった。思いは実らず終わったが、その14年後、彼女は義母となって俺の前に現れる。ところが結婚からわずか1年で妻はこの世から去った。絶望と孤独の中にいた俺に義母が一言、私と結婚して。戸惑う俺は義母から打ち明けられた事実でさらに言葉を失った。俺は日村康史32歳、老舗の寿司屋で働いている。母は俺を産んですぐに亡くなり、寿司職人だった父も俺が中学生の時に事故で他界した。身寄りのない俺を拾ってくれたのが父の師匠だった寿司屋の大将。俺は大将を親父と呼び、高校卒業後は親父の背中を追いかけて寿司屋で修行を始めた。その寿司屋で俺は人妻に恋をした。14年前、俺がまだ厨房で先輩の仕事を見て学んでいた頃、カウンターにスーツを着た恰幅のいい男性と目の覚めるような美人が来店した。彼女の名前は岸田春子。色白で顔が小さく、目の下の泣きぼくろが色っぽい。それと同時に清楚な雰囲気も合わせ持つ魅力的な女性だった。厨房から身を乗り出した俺と目が合うと、にっこりと微笑む春子。その瞬間、俺の心に春風が舞い込んだ。まるで時が止まったかのように春子から目をそらすことができない。一目惚れだった。ところが春子はある時からピタリと店に来なくなった。するとそれから14年後、俺は思わぬ形で春子と再会する。やすしさん、母に会うのは初めてじゃないわよね。俺はさえから母だと紹介された春子を見て頭が真っ白になった。30歳の時、俺は知人に誘われた食事会で小峰さえと出会った。天真爛漫で明るい性格のさえは食事会でも一番人気。ふんわりした緩めのパーマがパッチリした二重の可愛らしい顔立ちによく似合っていた。俺はさえの優しい笑顔にどことなく春子の面影を感じて好意を抱くように。10歳の年の差はあったが、猛アピールの甲斐あって交際がスタート。さえの両親は離婚していて、父とは連絡を取っていないと聞いていた。まさかさえの母が春子だったなんて。引きつる笑顔の俺とは反対に、さえは嬉しそうに話を続けた。実は今まで内緒にしてたんだけど、私も小さい頃に父と母に連れられてお寿司屋さんに行ったことがあるの。そういえば子連れで来た時もあったな。でもさえの名字は小峰。戸惑う俺に春子は笑顔で答えた。小峰は私の旧姓なの。さあ、ヤス君、入って。その笑顔は14年前と全く変わらない。美しく優しい笑顔だった。笑顔だけではない。14年経ったというのに、春子はあの頃の美しさを保ったまま、艶っぽさだけが増していた。久しぶりに春子からヤス君と呼ばれ、ありえないほど熱くなる俺の胸。それと同時に、俺は最後に春子と会った日のことを思い出して、胸の奥がチクッと痛んだ。結婚願望が強かったさえの希望もあり、交際から1年で結婚。俺たちは春子の家の近くにアパートを借りた。店で結婚の報告をすると、親父は俺に鋭い視線を向けながら、ヤス、岸田さんに余計なこと言うんじゃねえぞ。どんな事情があるにせよ、あの人はうちの常連だからな。はい。俺は返事をしながら奥歯をぐっと噛みしめた。春子が来なくなってからも、元旦那の岸田実はたびたび店に来ていた。しかも毎回違う若い女性を連れて。
岸田の女癖の悪さは春子と結婚している時からだった。俺が密かに岸田を嫌っていたことを親父は気づいていたのだろう。いいか、仕事は仕事、お客様に満足して帰っていただくことだけを考えろ。親父に釘を刺され、俺は静かにうなずいた。岸田のことを抜きにすれば、紗恵と俺の新婚生活は極めて順調だった。紗恵は俺がどんなに仕事で遅くなってもいつも笑顔で出迎えてくれる。明るい紗恵に支えられ、俺は必死に働いた。いつか自分の店を持って紗恵を安心させてやりたい。時間に余裕ができたら日本各地を旅しよう。そんな夢を語りながら、二人で笑顔あふれる生活を過ごしていた。春子への思いを断ち切ってから、紗恵は初めて好きになった人。紗恵の優しさと愛に包まれて、俺はこの上なく幸せだった。それなのに、紗恵は22歳という若さでこの世を去った。自転車で買い物中に操作を誤った高齢者の運転に巻き込まれてしまったのだ。仕込みの最中に春子から店に連絡があり、俺は急いで病院へ駆けつけた時には、紗恵の顔にはすでに白い布がかけられていた。紗恵、紗恵。俺は永遠に目覚めることのない紗恵に何度も声をかけ続けた。お願いだ、紗恵、戻ってきてくれ。俺の横で春子は静かに涙を流した。口元をハンカチで押さえ、肩は小刻みに震えている。娘を失った悲しみを必死にこらえているのが分かって、見ているこちらまで胸が張り裂けそうだった。その後、近親者だけでしめやかに行われた紗恵の葬儀。紗恵の父である岸田も葬儀に顔を出したが、俺が馴染みの寿司屋の職人だとは最後まで気づかなかった。葬儀が終わってからも、俺は何度も春子の家に足を運んだ。娘に先立たれ、絶望に打ちひしがれる春子。すっかり元気がなくなり、顔からは笑顔が消えた。何とかして春子に元気を取り戻してもらいたかったが、俺自身も最愛の妻を失って、絶望と悲しみから抜け出せずにいた。この現状を変えるにはどうしたらいいか、必死で考えた末に、俺はある結論に達した。俺たち、一緒に暮らしませんか？俺の提案を聞いて、春子は戸惑っていた。確かに、安くんはこれからも義理の息子よ。だからといって、一緒に生活するのは、安くんにはまだ将来もあるし、いずれ再婚も。春子は残された俺の独身人生を心配していた。再婚なんて考えていません。それに俺は春子さんのことが心配なんです。ありがとう。でも、もしかして気にしてるんですか、あの時のこと。俺が尋ねると、春子は黙ってうつむいた。最後に春子と会った日、俺は春子に思いを伝えていた。それは俺が23歳、春子が33歳の時のこと。その日は岸田が浮気相手と寿司を食べに来ていて、後から春子が2人分の代金を支払いに店に来た。春子に5年片思いをしていた俺は、支払いを終えた春子のことを追いかけた。待ってください、あの、知ってるんですよね、旦那さんが誰と食べに来ていたか。俺が尋ねると、春子は寂しげに微笑んだ。知ってるわ。あの人が浮気をしていたことなんて今に始まったことじゃない。じゃあ離婚すればいいじゃないですか。どうして？小さな娘がいるし、一人で育てていくなんて無理よ。だから私さえ我慢すれば。我慢する必要なんてない。俺が、あなたを幸せにします。あなたと娘さんの面倒も見ますから。俺じゃダメですか。10歳も年下の俺のことなど相手にするはずがない。
そんなことは初めから分かっていたが、自分の気持ちを抑えることができなかった。俺の目をまっすぐ見つめる春子の瞳には、うっすら涙が溜まっていた。ありがとう。でもごめんなさい。ヤス君の気持ち嬉しかった。忘れないわ、ヤス君のこと。さよなら。春子はそれだけ言うと、俺の前から去っていった。あの時のことを気にしてるなら、もう忘れてください。俺、春子さんのことは、ちゃんと義母だって思ってますから。俺がそう言うと、なぜか春子の顔が少し曇った。そう、わかったわ。じゃあ、ヤス君にいい人ができるまで、一緒にいましょう。ため息交じりに答えた春子は、力なく微笑んだ。俺はそれからすぐに住んでいたアパートを解約して、春子の家へ。最初は慣れない環境に戸惑う俺たちだったが、半年もすると互いの生活のペースにも慣れてきた。その間、俺は春子を元気にすることだけを考え続けた。すべては春子の笑顔のため。春子に寄り添い、寂しい思いをしないよう多くの時間を春子と過ごした。春子の好きな花をサプライズで買ってきたり、市場でいい魚を手に入れた時は自宅で寿司を振る舞ったり、とにかく春子が喜びそうなことは何でもやった。その甲斐あって、同居から1年後には春子にかつての笑顔が戻ってきた。そして俺自身も春子と一緒にいることで元気を取り戻した。このままずっと春子といられたら。そんなことをふと思った時、俺は再び春子に思いを寄せている自分に気づいた。優しい笑顔で見つめられるたび、胸が高鳴る。14年前のあの日と同じ感覚。俺は春子に2度目の恋をした。春子のことは今も義母だと思っている。しかしそれ以上に、一人の女性として春子を意識するようになった。この気持ちをもう一度伝えるべきか。俺が必死に悩んでいたある日、家に一人の訪問者が現れた。それは俺に訪れた人生最大のピンチだった。もう一度俺とやり直してほしいって言われたの。岸田が訪ねてきたことを春子から聞いて、俺の心臓が早金を打った。どうして今更。わからない。でもいつになく真剣な表情で謝ってきたわ。今まで悪かったって。何かあったのかしら。春子は心配そうに眉を潜めた。春子と岸田が離婚してからかなりの時が経っている。その間も岸田はたくさんの女性を店に連れてきた。もちろん今も。一体岸田は何を考えているのだろうか。俺は必死に考えを巡らせたが、一向に答えは出てこなかった。春子さんはどうしたいんですか。私は。俺の問いかけに春子は言葉を詰まらせた。まさか春子も復縁を望んでいるんじゃ。春子がいなくなるかもしれないという不安が少しずつ俺の心に闇を落としていく。俺はそれ以上春子の答えを聞くのが怖くなった。ゆっくり考えたらいいと思います。春子さんの人生なんで。ショックを受ける春子の顔を見て、俺は突き放すような言い方をしてしまったことをひどく後悔した。それから1週間、俺たちは気まずさからほとんど話をしなくなった。せっかく距離を縮めることができたのに、このまま終わりを迎えてしまうのだろうか。そう思っていた矢先、店に岸田が若い女性と2人で来店した。仲睦まじく寿司を食べた後、岸田は女性を先にタクシーで帰らせた。他の客たちも帰り、店には岸田1人。すると上機嫌で日本酒を飲みながら親父に向かって話しかけた。なあ大将、さっきの子かわいいでしょ。俺の新しい彼女。ヘラヘラと笑う岸田に、親父の横にいた俺は思わずカチンときて睨みを聞かせた。親父はそんな俺に気づいて即座に咳払いをした。そうですか。
俺は前の奥さんが一番美人だったと思いますよ。親父がそう言うと、岸田はおちょこ片手に鼻で笑った。ああ、春子、あいつはもうババアだよ。それに神器臭くて困る。若い子の方がキャピキャピして俺は好きだな。それを聞いた瞬間、我慢できなくなった俺は、親父が止めるのも聞かずに岸田に話しかけた。岸田さん、春子さんと再婚するんじゃなかったんですか？ああ、どうしてそれを。おお、君、もしかして、さえの旦那。いや、驚いたな。何回も来てるのに、全然気づかなかったよ。岸田はわざとらしく目を丸くした。春子とは、再婚するつもりだ。まあ、体裁を作ろうっていうのかな。もうすぐ会社を任されることになるからさ。若い娘を妻にするより、長年連れ添った妻と再婚する方が周りからの評判がいいと岸田は笑いながら話し始めた。俺の親父も春子のことを気に入ってたんだよ。だから横に置いておく分にはちょうどいいかなってね。他の女性たちはどうするつもりなんですか？もちろん彼女たちとの交際は続けるよ。春子はその辺をわきまえてるから好都合だ。だから今まで通り遊んで。ふざけんなよ。え？ふざけんなって言ってんだ。おい、ヤス、いい加減に、親父、止めないでください。俺はずっと我慢した。こいつがいろんな女性と遊んで、春子さんが悲しむ姿もこの目で見ても、俺は何も言わずに耐えたんだ。怒りで震える声を必死で抑えようと、俺は何度も大きく深呼吸した。でも、今度という今度は許せない。春子さんが不幸になるのを、これ以上見過ごすことなんてできない。俺の勢いに圧倒され、岸田は口を開けたまま、ポカンとしていた。だがすぐに我に返ると、呆れた笑いとともにため息をついた。はあ、義理の息子の分際で何言ってんだ。春子がどうなろうと、お前に関係のあるよ。春子さんは俺にとって大切な女性だ。好きな女性を守りたいと思うのは当然だろ。おいおい待てよ。春子がお前みたいな寿司屋見習いと笑わせんな。いいか、お前ごときが春子を手に入れられると思ったら大間違いなんだよ。岸田はカウンターに両手をバンと叩きつけた。なあ大将、あんたどんなしつけしてんの。店の品格が問われるよ。ああ、気分悪くなったから今日はもう帰るわ。いくら？すると、黙って俺たちの会話を聞いていた親父が、ゆっくりと口を開いた。今日のお代は結構です。え？その代わりと言っちゃなんですが、もう店には来ないでください。親父はまっすぐ岸田を見据えた。岸田さん、あんたさっき店の品格が問われるって言ってたね。おう、俺に言わせりゃあんたがこの店の品格を落としてるよ。何を。あんたはいつだって若い女と大声で下品な会話、周りのお客さんの迷惑にならないとでも思ってるのか。親父の語気を強めた言い方は岸田を萎縮させるには十分だった。俺は、あんたの親父さんに可愛がってもらってたから、多少のことには目をつぶってきたつもりだ。だがな、我慢にも限度ってものがある。親父は小さなため息をつくと、岸田に向かってはっきりと言い放った。もう二度と、この店の敷居をまたぐな。それから、親父の視線が俺に向いたので、岸田もつられて俺を見た。こいつは見習いなんかじゃない。俺の一番でした。さあ、とっとと帰ってくれ。岸田は呆然としていたが、しばらくすると財布を出して、申し訳なさそうにカウンターに金を置いて店を出て行った。すると、店の扉を開けたところに春子の姿が。話は全部聞こえてきたわ。
私はあなたとは再婚しません。あなたが店に来ると大将から聞いて、それを今日は伝えに来ました。岸田は春子の言葉も耳に入ってこないくらいショックを受けているようだった。ああ、もういいよ、何も聞きたくない。春子に視線を向けることなく、岸田は肩を落として帰っていった。親父、ありがとうございました。俺が頭を下げると、いつも厳しい表情の親父の顔が少し緩んだ。ずっと我慢してきたのはお前だけじゃねえってことだ。春子さんを勝手に呼んで悪かったな。早く帰って二人で話し合え。親父に背中を押された俺は、すぐに片付けを終わらせて春子のもとへ。二人で家に帰ると、春子を力強く抱きしめた。春子さん、好きです。店での話、聞こえてたかもしれないですけど。うん、聞こえてた。気持ちを伝えようかずっと悩んでました。春子さんは俺の義母で、俺はまだまだ未熟者で。今までの春子との時間を思い出していたら、自然と涙がこみ上げてきた。それでもどんどん気持ちが大きくなっていきました。そして今日、岸田と話して気づいたんです。俺が春子さんを守っていきたいって。黙って話を聞いていた春子の心臓は、俺と同じくらい大きな音を立てていた。春子さん、俺と付き合ってください。これからも俺と一緒にいてください。すると顔を上げた春子が涙目で俺を見つめた。私と結婚して。俺は一瞬戸惑ったが、春子の目を見てすぐに半端な気持ちで言っているのではないことが分かった。分かりました。俺の返事を聞くと、春子は静かに涙を流した。二人の気持ちが通じ合った初めての夜、俺は春子から衝撃的な話を聞いた。それは紗英が亡くなった日のこと。あの日病院で最後を悟った紗英は私に謝ったの。お母さんの好きだった人と結婚してごめんなさいって。う、俺が驚いていると、春子は14年前から今までの話をしてくれた。あの日俺の気持ちを知った春子は、岸田に自分から離婚を申してたらしい。俺の言葉を励みに、自分の力で娘を育てようと決心したと恥ずかしそうに教えてくれた。いつか胸を張れる自分になったら、ヤス君にもう一度会いに行こうと思ってた。春子は懐かしそうに目を細めた。あの頃、傷つく私をいつもこっそり励ましてくれてたわよね。ほら、たまに一人で来ることもあったでしょ。親父と春子が話をしている隙に、内緒で春子に味噌汁を出した日もあった。それが親父に見つかって怒られると、クスクスと笑い出す春子。俺は春子を笑顔にさせたことが嬉しくて、どんなに怒られても平気だった。ヤス君のおかげで辛い毎日にも耐えられた。ヤス君の存在は私にとって救いだった。そして大きくなった際に俺の話をしたという。サエはその話を聞いて、ヤス君に興味を持ったみたい。友達に紹介してもらって、ヤス君が私にふさわしいかどうか調べてたみたいなの。そうだったんですね。全然知らなかった。でも、血筋なのね。ヤス君と一緒にいるうちに、サエはヤス君のことを好きになっちゃったって、私に話してくれたのよ。ハルコはサエの話を聞いて喜んだ。もちろん最初はショックを受けたわ。でもね、サエも見る目があるなって感心したの。さすが私の娘ってね。春子はニコッと笑った。自分の幸せより娘の幸せを願うのは母親として当然のことなのだろう。サエの結婚を喜ぶ春子の姿に嘘はなかった。
でもサエは最後にこう言ったの。お母さん、私の代わりにヤスシさんをよろしくって。ハルコは再び涙を流した。サエは私が後悔しないように背中を押してくれたの。だから私はこうして前を向くことができた。俺はすべてを聞いてようやくハルコの本当の気持ちに気づいた。ハルコさん、俺たち幸せになりましょう。サエの分まで。俺の力強い眼差しにハルコは大きくうなずいた。そうね、きっとサエも天国から見守ってくれるわ。俺とハルコは手を取り合い笑顔で見つめ合った。こうして俺たちは交際期間を設けることなく結婚した。一緒に暮らしていた期間が長いので結婚後も生活に大きな変化はない。ハルコと結婚したことを親父に報告すると、親父は珍しく満面の笑みで祝福してくれた。岸田はあれ以来店に来ることはなかった。親父が岸田の父親に断りの連絡を入れたことで、岸田は父から大目玉をくらったらしい。さらに岸田が勤めていたのは岸田の父の会社だった。岸田の父は今回の話を聞いて、人を大切にしない者に会社を任せることはできないと息子を社長にしない方針を固めた。そのことが岸田のプライドを傷つけたのか、岸田は会社を辞めて新たに自分で事業を展開。ところが岸田を支持する者は誰一人としておらず、岸田は早くも窮地に立たされているとの噂が流れてきた。その話を聞いて、人を粗末に扱う者に人はついてこないと改めて感じた。そして俺たちが結婚した翌年、親父からゆくゆくはヤスに店を任せようと思うと話をされた。俺はそれを聞いて一段と気を引き締めて仕事に取り組むようになった。ハルコとの幸せな生活はまだ始まったばかり。これからも幸せに満ちた時間を過ごせるように、俺はハルコと手を取り合って毎日を大切に生きていきたい。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー良かったと感じた視聴者様は、いいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。